伊豆へのお出かけの途中で立ち寄りたい魚料理専門店です。ゴールデンウィークは家族でご飯に行こう。続いては沼津市内浦小海にあるいけすや。こちらは沼津内浦漁協直営の食事所で、県内をはじめ伊豆旅行に来た観光客でにぎわう人気店です。去年なんかは水温が30度ぐらいあったので、あまりの暑さに提供できる魚がないということで、本当にアジがいなくなっちゃった。完全に前のメニューに戻ったのは4月1日からです。うちらのアジは多分他の地区よりも魚の運動量がいい、そして身質がいい、身の締まったものが育つっていうことで、他にはない美味しさだと思っています。こちらはアジの2つの食感を楽しめる数量限定メニュー。水揚げ後すぐに調理された鮮度抜群のカツアジは、身がプリプリで弾力がありますよ。噛むごとに旨味が広がります。そして一晩寝かせた熟成アジはねっとりとした舌触りで、油の甘さが楽しめます。この食べ比べは癖になります。叩いたアジをご飯に乗っけて熱々の湯をかけて、そうすると魚から味が出ますので、そこで食べるっていうのが漁師さんの本当の食べ方っていうことを聞いたので、その食べ方を皆さんに提供しております。ご飯の上にアジを乗せお湯をかけると、アジの旨味が溶け出したお茶漬けの出来上がり。生姜のピリッとした辛みでアジの風味が引き立ちますよ。後から油の甘さが広がります。ミニカツアジ丼もついた食べ応えがある定食です。アジのフライはちっちゃいサイズ、波っていうのが通常の普通の大きさで、大特大4種類あります。こちらは波サイズのアジフライ定食です。波は100グラムからの大きさで、台が120なんで、そこの間ですね。厚みもあって身がしっかりしているものですね。衣はサクサク、中はふっくらジューシーですよ。揚げたことで旨味が凝縮、その上肉厚なので満足感があります。波サイズが100グラムから119グラム、特大サイズはなんと1枚150グラム。どのサイズでも食感、旨味を堪能できますよ。こちらは中伊豆のわさびの葉とアジのコラボレーションが楽しめる押し寿司。わさびの葉は辛くなく爽やかな香り、さっぱりと食べられます。ゴールデンウィークや週末は行列ができる人気店。朝9時から発券される整理券を取ってから観光するのがおすすめです。